横浜 F 中黒マリノス派3連休の初日となった15日、毎年久しぶりのファン感謝イベント、日産プレゼンツ横浜 F 中黒マリノストリコロールフェスタ2017を開き催した。会場となった新横フットボールパークには、トリコロールメンバーズとマリノスサッカースクール会員など約4000名が集まり、たける熱に吹けず、先手中黒スタッフとの熱意触れ合いで楽しい1日をかごした。開きかっこ写真閉じかっこ横浜 FM が、トリフェス開催。消化を害つれる熱い1日にトリコロールマーメイズの花レーナオープニングダンスで会場を熱しめると、先手中黒スタッフ陣がステージに実るが、楽しい時間をかごせるように経営がしてきました。インターネットの情報ですと中澤は、タスクに先手がブルゾンチエミさんのネタをやるとかやらないとか、到達っているかどうかは、これからのお楽しみですと古川博一郎代表取締役社長の挨拶で幕が開きけた。先手派それぞれの自治場へ渡るど、前半と後半に分かれた触れ合いタイムでは、先手が各ブースやアトラクションを訪問し、ファンとの触れ合いを楽しんだ。様々な日産車両が展示された、日産ブース、日清オイリオの商品が展示された、日清オイリオブース、先手との写真撮影が楽しめる、お楽しみ写真撮影コーナー、先手による、サイン会コーナー、さらに今年クラブ25周年を記念する、25周年パネル展示や、普段先手が乗っているチームバスの展示なども行われた。また、この日に14歳の誕生日を迎え入れた杉本大地先手をお祝いする、杉本大地先手バースデーブースも実る場した。ステージ上では、先手トークショーも開き祭。前半は、キックオフ F 中黒 MARINOS のメイン MC である波戸幸宏さん、庄山愛理さんの司会で杉本先手、山中亮タスク先手、扇原東都博士先手が実る場。後半は、FM 横浜の協力の下、F 中黒マリノス同好会フライデーを担当する淳吾さんが実る場し、松原健先手、新井一明る先手、金井三木近志先手トラクシートークを総理広げた。途中、タケル圧を荒げる役目を担った、天野淳先手と中川光人先手扮するミストマンが乱入したり、中澤タスク2先手とアフジ学先手がステージ前で真剣にトークショーを分岐行ったりと、会場はコロヨシな雰囲気に包みまれた。トリコロールフェスタのクライマックスを食るのは、お大地金の、先手会ステージ。ルーキーの原田だけ先手がも初に実る男子、一人でネタを必要すると、河野遥か先手と吉祥美夏先手派、ジャンガジャンガジャンガからと広志茂殿の恋コントで会場の勝利を言いつつ、河野先手の肉からダビを成果した、乳首ドリルも必要した。これにはステージも前列に陣取りった先やから先手たちを第二万足させた。すると、中澤先手のこびかけけに富かしたかし新先手が9位でステージ上へ。なぜか人守備をしていたという、メガネの両脇に CD を取りりつきけ、上を向かいき、素早く正面を向かいくと、CD が目を取り出ぐという謎の一発芸を初出演した。そして大鳥春樹と若手と中澤先手で構え茂るされた、全ミクロタイツ姿のもじもじくん。赤と青の2チームに分かれ、騎馬したファンを巻き込みむ、しゃくりものゲームを行った。親子三世代で来た人、関東外から来た人、できるだけ遠い方がベスト、高貴な先手の名前をことえる未受学児、長方形タスク不屈とも端世という4つのお題が出され、もじもじくんたちが騎馬したファンの間を行ったり来たり。先手もファンもたくさん触れ合い、そして消化を担った。クロージングセレモニーでは、キャプテンのアフジ学先手が、暑い中、ご騎馬いただきありがとうございました。前半戦白紙時もありましたが、みんなさんの声援のおかげで5位。ご飯戦も優勝を明媚して戦意たい。みんなさんの声が本当に僕らの力になっています。これからも大気な声援をスタジアムでお願いしたい。そして、F 中黒マリノスがこれから強くなって優勝するために、僕らは日踊り時トレーニングしていきますので、宅のサポートをよろしくお願いします。さっきのタスク2さんのもじもじくんをがんめて、僕は本当にいいチームだと知っています。なかなかこんなことができるチームはないとしゅうので、しょう。だから、みんなで一丸となって戦っていきましょう。ありがとうございました。
日頃のサポートに対する感謝の記述を口にして、2017年の鳥フェスが幕を閉じかごせるように経過してきました。インターネットの情報ですと中澤、タスク2000手がブルゾンチエミさんのネタをやるとかやらないとか、と立っているかどうかは、これからのお楽しみですと古川博士一郎代表取締役社長の挨拶で幕が開きけた。先手はそれぞれの自治場へ渡るど、前半とご飯に分かれた触れ合いタイムでは、先手が各ブースやアトラクションを訪問し、ファンとの触れ合いを楽しんだ。様々な日産車両が展示された、日産ブース、日清オイリオの商品が展示された、日清オイリオブース、先手との写真撮影が楽しめる、お楽しみ写真撮影コーナー、先手による、サイン会コーナー、さらに今年クラブ25周年を記念する、25周年パネル展示や、普段先手が乗っているチームバスの展示なども行われた。また、この日に14歳の誕生日を迎え入れた杉本大地先手をお祝いする、杉本大地先手バースデーブースも実る場した。ステージ上では、先手トークショーも開き祭。前半は、キックオフ F 中黒 MARINOS のメイン MC である波戸幸宏さん。庄山愛理さんの司会で杉本先手、山中亮タスク先手、扇原東都広志先手が実る場。ご飯派、FM 横浜の協力の下、F 中黒マリノス同好会フライデーを担当する淳吾さんが実る場し、松原健先手、新一明る先手、金井三木近志先手トラクシー投稿総理広げた。途中、タケル圧を荒げる役目を担った。天の順先手と中川光人先手扮するミストマンが乱意したり、中澤タスク2先手とアフジガク先手がステージ前で真剣にトークショーを分岐行ったりと、海馬ハコロヨシな雰囲気に包みまれた。トリコロールフェスタのクライマックスを食るのは、お大地金の、先手会ステージ。ルーキーの原田だけ先手が模発に実る男子、一人でネタを必要すると、河野遥香先手と吉祥海夏先手派、ジャンガジャンガジャンガからと広志茂どの恋コントで会話の勝利を言いつつ、河野先手の肉からダビを成果した、乳首ドリルも必要した。これにハステージも前列に陣取りった先やから先手たちを第二万足させた。すると、中澤先手のこびかけけに富かしたか失神先手が9位でステージ上へ。なぜか人守備をしていたという、メガネの両脇に CD を取りりつきけ、上を向かいき、素早く正面を迎え行くと、CD が目を取り出ぐという謎の一発芸を初出演した。そして大鳥ハルーキーと若手と中澤先手で構え茂るされた、全ミクロタイツ姿のもじもじくん。赤と青の2チームに分かれ、騎馬したファンを巻き込みむ、しゃくり者ゲームを魚楽しめる、お楽しみ写真撮影コーナー、先手による、サイン会コーナー、さらに今年クラブ25周年を記念する。25周年パネル展示や、普段先手が乗っているチームバスの展示なども行われた。また、この日に14歳の誕生日を迎え入れた杉本大地先手をお祝いする、杉本大地先手バースデーブースも実る場した。ステージ上では、先手トークショーも開き祭。前半は、キックオフ F 中黒 MARINOS のメイン MC である波戸幸宏さん、庄山愛理さんの司会で杉本先手、山中亮タスク先手、扇原東都広志先手が実る場。ご飯派、FM 横浜の協力の下、F 中黒マリノス同好会フライデーを担当する淳吾さんが実る場し、松原健先手、新一明る先手、金井三木近志先手トラクシー投稿総理広げた。途中、タケル圧を荒げる役目を担った、天の順先手と中川光人先手扮するミストマンが乱意したり、中澤タスク2先手とアフジガク先手がステージ前で真剣にトークショーを分岐行ったりと、海馬ハコロヨシな雰囲気に包みまれた。トリコロールフェスタのクライマックスを食るのは、お大地金の、先手会ステージ。ルーキーの原田だけ先手が模発に実る男子、一人でネタを必要すると、河野遥香先手と吉祥海夏先手派、ジャンガジャンガジャンガからと広志茂どの恋コントで海馬の勝利を言いつつ、河野先手の肉からダビを成果した、乳首ドリルも必要した。これにハステージも前列に陣取りった先やから先手たちを第二万足させた。すると、中澤先手のこびかけけに富かしたか失神先手が9位でステージ上へ。
なぜか人守備をしていたという。メガネの両脇に CD を取りりつきけ、上を向かいき、素早く正面を向かいくと、CD が目を取り出るという謎の一発芸を初出演した。そして大鳥春樹と若手と中沢先手で構え茂るされた、全ミクロタイツ姿のもじもじくん。赤と青の2チームに分かれ、騎馬したファンを巻き込みむ、しゃくり者ゲームを行った。親子三世代で来た人、関東外から来た人、できるだけ遠い方がベスト、高貴な先手の名前をことえる未受学児、長方形タスク不屈と毛丹瀬という四つのお題が出され、もじもじくんたちが騎馬したファンの間を行ったり来たり。先手もファンもたくさん触れ合い、そして消化を担った。クロージングセレモニーでは、キャプテンの阿富士学先手が、暑い中、ご騎馬いただきありがとうございました。前半戦白紙時もありましたが、みんなさんのご声援のおかげで5位。後半戦も優勝を明媚して戦いたい。みんなさんの声が本当